はい、皆さんどうも、テントモです。というわけで本日は1月15日エンゲージの日、毎月15日はエンゲージの日ということで、無料10連ガチャが一つ、そしてもう一つ来ておりますね。リニューアル後2回目のエンゲージの日となっておりまして、期待配布の方はなくなりましたけども、エンゲージガンダムの新しい追加はなくなりましたけども、先月からキャラガシャ10連も追加となりましてね、UR が当たる確率が実質2倍となっております。はい、ってことで、やっぱりね、10連と20連は全然違いますよね。10連で外れてももう10連でいけるってね、そういうことができますし、ということで私テントも再び神引きをねやっていこうかなと、先月に引き続き2ヶ月連続の神引きエンゲージの日を実現していこうかなと思っております。はい、ではただ何を引いたのかちょっと覚えてないんですよね先月確かサムネで無料でも神っていう、そういうサムネで動画を出したっていうのは記憶にあるんですけど、中身が何だったのか、未所持だったのか、 UR2 枚抜きだったのか、どっちだったかなっていう、まあいいかということで、まあ MS キャラ、確かキャラは引けてないんだよ、 MS で引けたんだよ。MS で欲しいのは、もうここに映ってる機体は、あ、S ガンダム持ってないので、S ガンダム欲しいですね。使う、使わないはさておき、未所持ということで。で、まあ、あとは全部凸を重ねていきたい機体ばかり。まあ、特にシャズゴか。実用面においてシャズゴ。あとは、まあ、ね、僕の機体ということで、このノルン。で、ゼロインコイズ8、まあこの辺全部欲しいですね。ということで狙い撃っていきましょう。確率は 3% なんですけども、 3% でもね、先日チケットでデルタプラス来ましたし、 3% の方がむしろ当たるっていう、ここ最近なのかもしれない。はい、ただ11月以降の UR 機体は入ってないんですよね。もうデルタプラスゲットしたので、悲願っていう機体はもうないかな。しかも大体ゲットしてるので、あー、 S ガンダムよりもティターニアですね。ティターニアが多分今この中で、未所持の中で一番欲しい機体、ティターニアで。サイサリスももうゲットしたし、そう、先月のエンゲージの日からね、結構もう UR 持ってない UR 獲得してしまったので、残るは多分ティターニアと S ガンダム、 あとリックディジェカイ、この3体。はい、残るはこの3体ですってことで、 0.071%×3 ね、これが当たりって感じで、まああとはよく使ってる機体、好きな機体の凸ができたらなと。いきましょう。さあ、ちょっと本日ね、声が出しにくさがあるんですけども、はい、ちゃちゃっと引いていきたいと思います。あ、ちなみにね、ちなみにあの、もうすぐ間もなくね、これ開放します。まだ1枚も使っておりません。10連チケット、無料10連チケット、今現在8枚溜まっておりまして80連、そしてキャラガシャも8枚溜まっておりまして80連、160連、残る40連加えて合計200連チャレンジやろうとしておりますので、お楽しみに楽しみに待っていてください。来週以降ですね。あとスゴロクも、スゴロクは月か、月曜火曜、明日明後日の夜にやらないとって感じですね。おそらく生放送、ただ僕の喉の調子がちょっとわかんないので、まあ一応やろうとはしております。はい、というわけで気にかけておいてください。はい、ということでいきましょう。エンゲージの日 MS ガシャお願いしマーセナス。さあ、 3% だけどもしっかり狙い撃っていきたいと思います。ここ最近また神引きがね、力強くなっているので、いきます。本日10連目狙い撃つぜ。
長い。長かったよ。長かったよ。ダウンロードないけども、未生児3体のどれか来るか。行こう。ハロ。ハロ来た。安心のハロ。ね、最低報酬あるんだっけ ?SR? 最低報酬?でも長かったよ。あーでもアムロ来ない。シャア来た。どうかな?あの重み。あの重みは何か来たと思うんだけど、あ、来た。よしよしよし。2ヶ月連続 UR ゲットでございます。無料でも神、継続中。さあ、どうだ?まあ一番最後。何かな?ティターニア。ここでティターニアを射抜くことができたらマジですごい。あとは未生児。そして、よく使ってる機体シャズゴとかね。行こう。ドム。エグバザク、本当によく来るようになったね。はい。そして、ジムコマンド。ジム会。お、ね。言ったでしょ?エグバザクね、本当にね、ここ、年末年始で一気に来て貫突になったんですよね。それまでね、なかなか来なくて、ずっと三突とかだったんですよ。急に来るようになった。リック・ディアス、グスタフ・カール、ネモ、アメリアからの?アメリアからのかな ?8? 9? どうだ?行こう。では、さあ、喜びの期待来るか、それとも、ニジハロ125か、アメリアの股間を狙い撃つぜおー、久しぶりに笑いの期待が来た。バイアランカスタムバイカス、懐かしのね、お笑い期待来ましたね。無料単発でバイカス来て、その後10連でまたバイカス来たっていうね、生放送でやりましたね。いつだったかな、ジオチャレンジかな、ジオチャレンジの時かな。あれ以来かな、なかなか来なくなってた。うん、はい。ということでバイアランカスタムでございました。まだ貫突じゃないから大当たりなんだ。すみません、慣れないことはするもんじゃないですね。はい、ベトラちゃん判定大当たりいただきました。バイアランカスタム、これで2凸か3凸でございます。はい、貫凸に近づきましたね。はい、まあいいよね。うん、 UR ゲットできたんだ。 3% でね。はい、ではもう一つキャラガシャ引いていきましょう。もちろん狙いはペ。ペを引くのみ。行こう。提供割合すら確認せずに行こう。一応見るか。はい。ペッシェ。もうペッシェのね、そのペの呪縛は解かれたので、一体一番古いペッシェはゲットできたので、新しいペッシェ欲しいですね。あとはこのシャズゴのシャア欲しいですね。うん。他は大体、あ、顔なし持ってないか。うん、あ、シーマ様持ってないか。ガーベラはすごいとつれてるんだけど、シーマ様がない。あとアイナ様もない。そう、女性陣が少ないんですよまだ。うん、でペでしょ。あ、マシュマは持ってないな。マシュマは特に大丈夫かな。このシャアもなんか持ってなさそう。はい、ということで、まあだいぶもう少なくなりましたけど、 MS ガシャよりは持ってないのが多いです。はい、ということでペチャレンジ行こう。ペチャレンジお願いします。行きます。お願いします。セナス、それでは本日20連目、狙い撃つぜ。ちょっと短かったかな。 MS ガシャよりもちょっと短かったので、 SR が2個ぐらいかな。どうかな。ちょっと自信がない。キャラガシャはね、ここ最近単発心なんですよ。キャラガシャ単発心なので、うん、10連だとちょっと自信がないですね。さあどうだ、いける?いけないね。うん、やっぱり単発心なんだ。おお、当たった予想的中。SR2 個ぐらいかなって。そういうこと。あの長さはそれぐらいなんですよ。うん。ということで、予想は的中したんですけど、UR なし。一応見ていきましょう。バーニー、グレミ、K、
ケイラさん、ブライト、サラ、オルテガ、レコアさん、ヤザンさん、ガルマ、シーマ様、UR 欲しかったな。フィニッシュ。ということで、はい、今月はこんな感じの無料20連でございました。まあバイアランカスタムゲットできたのでね、 UR 引けないよりは全然いいので、はい、ありがとうございます。ってことで、はい、今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆様の結果はいかがだったでしょうか。まあやっぱり20連楽しいですね。10連より20連、うん、来年はね、30連、はい、それか確率上がる、どっちかね。はい、てことで今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、バイアラン。